こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話もいながら大相撲の世界を指すまっちゃんぬるです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの大武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。夏場所はね、はい、あの関取の休場というのが、うん、まあ、非常に多かったんですけども、 はい、そこに絡みましてね、はい、また多くの方から以前あった交渉活した方がいいんじゃないかとか、救済できないのかという意見、うん、あるいはあの予想番付に絡んで、あのそんなに落とさないでほしいっていうような意見もいただいてるんですけども、まあ、何回か今までもね、この交渉についてはそうね、交渉を何回もしてるね、うん、改めて取り上げたいと思うんですが、うん、今場所、まあ、仮にですよ、交渉っていうのがもしあったとしたらっていう考えたんですけども、今場所の休場力士でこれは交渉が適用されるよねっていう力士が実はいないんですよね、若元春とかね、あの相撲見たら、変な倒れ方してるんですよ、状態悪かったんでしょうね、休場が途中であったんやけども、で明らかに土俵で怪我してる、ただね、かつての交渉というのは、まあ、今回のような再出場するのは対象外でしたよね、出てきて何勝かする方が落ち幅が少ないから、まあ、ただね、勘違いしやすいのは、あの交渉が認められたからといって来場所落ちないわけじゃないんです。あ、これはね、例えば3勝1敗、あと全部休んだら、3勝の扱いで落として、そこで交渉なんでね、例えばね、あの今場所も伯桜鵬がもう初日か2日目にがみたいなことになりました、仮にあれで休んだとしても、1勝1敗13球で幕下に完全に落ちますからね、そこで来場所は幕下5枚目なら5枚目にもうそのまま据え置くという、その次の場所まで据え置かれるんだね、っていうことなんでね、だから仮に交渉制度があったとしても伯桜鵬としたら、今回も最後出てきましたけども、そうなるだろうから、昔の交渉を持ってきても、特に今場所については、合わない。交渉制度があった時の交渉っていうのは、その時取り組みで怪我したことであり、場所中に例えば帰り風邪かかり転んで足くねったとかでは交渉にならない、その取り組みの中で、明らかに痛めたっていう怪我に交渉っていうのが与えられてたんだけどね、例えば今場所の上で言うと照ノ富士とか貴景勝は、まあ、照ノ富士は交渉ありなしに関係なく落ちないんだけど、初日に負けて2日目不戦敗でそこから休んでるわけじゃないですか、これは別に初日取った時にあんまりこう交渉的な、そうですね、前から痛めてたところの悪化という感じですので、これはダメなんですよね。以前表情で怪我したけどもしばらくやっててまた悪化したっていうのは、対象にならない、力士全員で600人ぐらいいるんだけども、いろんな相撲取るんだから、いろんな怪我とか起きますけども、判断は難しいよね。そうですよね、今場所で言いますと照ノ富士や貴景勝あるいは高安のもともとのこうね、こう持ってた腰を持つのがですし、あと朝乃山は巡業中の怪我です。ああ、そうですね、ダメですよね。巡業中はもうダメですね、稽古中でもダメですね。そうですね、武富士は先場所確かに土俵上で怪我してますけども、あれ千秋楽に出てきてるからね、出てきました、まあそれはすごいことだったんですけども、これ出てきたいうことは出てこれたじゃないのっていう判断がされる、怪我しても花道を変えていった、翌日になって痛くなったいうのもでもダメだったらしいです、そこが難しいよね、怪我っていうのは、その時はさっとこう立ったり緊張もありますからね、その夜とか、一晩明けたらめちゃくちゃ痛くなるんですよ、腫れ上がって、でも怪我ってそういうもんで、それで交渉が認められなかった力士もたくさんいるみたいですよね、なのでね、もう難しいし、偏ったことになるんだったら、取り組みの怪我であれ、前の場所に怪我した、巡業中に怪我したであれ、一律で、もう全部休場は休場ということにしてるんじゃないですかね。ですから、まあ交渉程度やめて、その代わり関取をちょっと増やすという措置はされたみたいですね。ああ、なるほどね。なんで交渉がないんだっていう意見は多いんだけども、そこまで運用判断が難しいんだったらば、もうこれは全員なしよっていうことにして
いやもう絵図かなとは思いますね。そうですね、人間と人間の体のぶつかり合いなんでね、うん、その中でやってるんでね、うん、怪我したらやっぱり球場で落ちますよ。そうですね、うん、私は交渉はもうないでいいですね。ただね、うん、やはりこれだけ怪我が多いことで、うん、何らかのこう対策っていうのは必要なのかなっていう気はするんですけども、どんなことがありますかね。そうね、全員に貯金じゃないけども幕内以上だったら、うん、例えば年に10日は休んでいいですよと、うん、有給休暇みたいな、うん、なるほどね、うん、で幕指定下だったら7回戻るんで、うん、7回の有給休暇をみんな持ってて、うん、例えば5年以上の力士に与えられると、うん、で幕内は一場所15日やから15日の有給休暇をもらえると、うん、巡業でめっちゃ怪我して、うん、初日からもう出れませんよっていう力士は、うんうん、今場所有給使いますって言ったら、うん、15日休んだのはしょうがないから、うん、落ちますよと、うん、その代わり次の場所は、うん、その有給が有効されて、でも有給だったらもうそのまま置いといてもいいんじゃないですか。例えば今場所の朝の山やったらば、うん、まあ、もしそれ使ったら、うん、来場所の小結びで据え置いてもらうのでも、あのある程度ね、うん、やっぱり条件何年以上やってるとかそういうのが必要とは思いますけどもね。ただ、ね、うん、途中休場で有給使うんだったら、うん、4勝3敗8球だったら、うん、4勝3敗で勝ち越し1になるの、まあそういうのもねすごい案だね。でも考えるべきかもわかんない。じゃあ有給買い取りはあるんですが、玉鷲みたいに有給使わない、これはもうやめるときに、うん、玉鷲関あの有給が100日余ってますからちゃんとつけますよと有給があるから休んだれというか、いうそんな歴史はいない。いやいないいない、もうみんなね、やっぱり大事に置いとくでしょうけどもね、うん、それはね年4場所にした方がいいですよとかいう意見ももらってるんやけども、うん、やっぱりね勝ってる歴史にしても負けてる歴史にしても早く場所が始まって次に繋げたいんですよ、あのそういうコメントもいただきました。場所を減らしたらどうだっていう意見もあるけども、うん、やっぱり調子が良かったら早く次の場所取りたいし、うん、あの番付落ちたら早く挽回したいしっていう気持ちは力士には大きいですよね。そうそうそう、うん、だから怪我した力士は有給使いですよ、うん、なるほど。ちょっとねこれはとっぴな意見のようですけども、うん、まあ、考えるべき内容かもわかんない、ね、まあ、最近球場が多いっていう中でケアも必要かなっていうね、うん、対策としてどうかな。そうですね、まあ、でも武尊富士とか大野里のスピードの方はまた有給ついてないかわかんないですね。何年後に有給がついてるまあその辺もね関取になったらちょっともらえるとか、うん、いろいろ考える余地はあると思います、ね、うん、はいはい、いかがでしたでしょうか。マッチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またチャンネル登録お願いします。